巨大な鳥が空を支配しています。どう、すべての獲物の捕食者、腹が空いた、喉が渇いた、生き残りをかけた熾烈な戦いが繰り広げられた。わしはヒョウの赤ちゃんを追いかけます。小さな捕食者の運命は、ヒョウは子供を救えるでしょうか。アシに襲われたヒョウの赤ちゃんと母親ヒョウによる劇的な救出。ほら、空に長い黒い筋が現れて、それが徐々にはっきりしてきます。それは何だと思いますか？ああ、巨大なワシだ。空を支配する独裁者のように広大な空間を支配する。人々がワシについて考えるとき、特大の翼で広場を飛び回る巨大なハンターを想像することがよくあります。確かにワシは世界最大の猛禽類の一つです。大きくて鋭い爪を使って、これらの巨人はヤギほどの大きな獲物を仕留めることができます。8、その目は探求心に満ちて何かをじっと見つめていました。嫌な予感がする。縄張りを巡回しているのでしょうか、それとも一日の狩猟旅行の準備をしているのでしょうか。それは正しい。ヒョウの赤ちゃんが遊ぶのに忙しく、母親ヒョウから離れてしまった。剣のように鋭い目を持つワシは必要に追いかけ、放棄を逃しません。危険が潜んでいます。ヒョウの赤ちゃんは母親がここにいないことに突然気づき、不安と恐怖を感じ始めます。それでは何が起こるでしょうか。ヒョウの赤ちゃんはワシの午後の食事になるでしょうか。別の種類の猫もこんな悲しい結末を迎えました。太陽がアフリカの広大な野生のサバンナの上に輝いています。ヒョウのシカビは子供たちを連れて遊びに行きました。木々の間から太陽の光が優しく差し込み、詩的で暖かな情景が広がります。母親の後を追って初めて外出したヒョウの赤ちゃんは、周囲の魔法のような野生の世界に興奮し、好奇心をそそられました。ふざけて走ったりジャンプしたりして遊びます。ヒョウは若い時は灰色の毛皮を持っていますが、大人になると母親と同じように美しい花の斑点のある新しい黄色の服を着ます。全ての大型ネコ科動物の中で砂漠と熱帯雨林の両方に生息することが知られている種はヒョウだけです。ヒョウは単独で行動し、縄張り意識を持つ生き物です。生態のオスとメスは交尾中に短時間だけ一緒になります。交尾後はそれぞれの道を歩みます。メスのヒョウは単独で子供を育てます。素晴らしい母親たちです。ヒョウのシカビの幸せそうな目を見てください。彼女の子供たちのおかげで彼女の人生は孤独ではなくなり、より面白くなりました。シカビは子供たちが成長して別れる前の素晴らしい瞬間を楽しんでいる。9、母親ヒョウは赤ちゃんを亡くした後必死で心配し、赤ちゃんをあちこち探しました。疲れるしちょっと残念です。横になって少し休み、捜索を始めました。今は水と食料の補給が欠かせません。今日は自分自身を最高の体調に保つよう努めています。後ろ足の皮膚は裂けているのが見えますが、赤ちゃんを諦めることはできません。それはヒョウの赤ちゃんで、ワシの追跡に非常に怖がっていました。近
近くの高い木に登り、息を潜めて待っていました。これは間違いなく、ライオンやハイエナの攻撃を避けるために、母親のヒョウが教えた逃げの教訓です。しかし、ワシのような狡猾な捕食者には効果がありません。ワシに発見されないことを祈ります。おお、この瞬間に、ワシが子供ヒョウを襲う前に、タイミングよく母親のヒョウが現れたことが本当に嬉しかったです。母親のヒョウは強く咆哮し、捕食者を驚かせて注意をそらしました。母親ヒョウにとって、トリを仕留めることは大きな挑戦ではありません。ワシはヒョウの手から逃れようともがきました。でももう手遅れです。悪者は罰せられました。母親のヒョウとワシとの対決は妥協のない戦いだ。母親のヒョウは親子の相手勇気でこの戦いに勝利する。木に引っかかった子を素早く助け出した。この物語から得られる教訓は、家族愛の強さ、困難に立ち向かう知恵、危険に直面した勇気についてです。野生動物の世界は体力だけでなく、心と感情の場でもあります。これからどんな劇的な物語が起ころうとしているのでしょうか。画面から目を離さず、私たちが集めた興味深いストーリーをずっと見続けてください。毎日新しい野生動物の動画をご覧いただくために、いいねを押してチャンネル登録することを忘れないでください。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。私たちのビデオを楽しんでみてください。またね。ご存知のように、これらの戦いで支払う代償。このオスのトラも例外ではありません。彼は明らかに痛みを感じており、後ろ足には2つのはっきりとした傷がある。歯はこの瞬間、オスのトラが感知できる最後の避難所になります。領土の戦いの危険は、敗者に常に苦痛を与えます。しかし、トラと比べてライオンはより頑丈なのでしょうか。コメント欄で皆様のご意見をお待ちしております。ライオンの領土問題も同様に深刻です。通常、各群れには3から4頭の優勢なオスライオンがいます。時には放浪するオスライオンが同盟を結び、縄張りをめぐって他の主要なオスに挑戦することがあります。3月、そのような放浪者連合のオスたちは、最も強い群れの一つであり、支配的なオスであるボブジュニアを攻撃して優位性を奪うことを決定した。ライオンは鎧として太いたてがめを持っていますが、背中に噛みついて脊髄を切断して敵を無力化する方法も知っています。一体3の戦いについてどう思いますか。数の差が戦いの結果に決定的な役割を果たしているのは否定できません。そして君臨する王は若い候補者たちに屈し、最終決戦で自らの命を絶たなければならない。おそらくオスライオンは一生をかけて自分の縄張りを確保するために戦い続けるのでしょう。しかし彼らが主張すればボブジュニアのように敗北する可能性があります。それにもかかわらず、この若い候補者は屈服する方法を知っています。傷の治療には長期間を要する可能性が高く、再び戦いに復帰することになるだろう。
ブルー川ではこのオスは別の群れのオスとの戦いで敗北を喫したばかりです。傷はひどいようで、生きていくのに十分な量の食べ物が必要だ。うまくいけば彼は大丈夫です。別の例では、オスライオンが恋に群れに足を踏み入れたとして罰せられた。後ろ足に重傷を負ったが楽観的な姿勢を保っている。しかしそのような戦いに支払う代償はあまりにも高すぎます。しかしチーターの場合、傷は小さな子供にまで影響を与える可能性があります。母親チーターは子供たちを守るためにライオンと戦おうとして前足を負傷した。この規模の傷は狩猟能力の喪失につながる可能性があり、若い個体が生き残るのはさらに困難になります。そしておそらくチーターは全ての大型仲間動物の中で最も脆弱です。今日の一撃でチーターを倒すのに十分です。この個体は誤って捕食者の縄張りに足を踏み入れた今日の餌食となった。そして自然界では食事を無駄にすることはできません。しかしそれは今日が怪我をしないという意味ではありません。ライオンとの生存競争の末、今日は後ろ足に大きな傷を負いました。獣医師らは通報を受け、迅速に強な治療を行った。ケースでは、ヒョウの赤ちゃんが大きなオスに襲われた後、安全を求めました。推測するのは大事ですが、ヒョウは大丈夫ですか？ヒョウの赤ちゃんに似ていますが、マルティーニという名前のこのオスはライオンとの戦いで負傷しました。彼の中に明らかな怒りは、彼が壊滅的な形で負けたことを示しています。これらの大型ネコ科動物同士の戦いにおける敗北の代償は、確かにあまりにも高額です。ほら、ライオン、チーターなどこれらの捕食者は皆自分の縄張りを大切にしています。それは群れや個人の強さの許しであり、野生下での一部を決定するものでもあります。大型のネコ科動物以外にも他の動物種との多くの戦いがあなたを待っています。